ニュースです。加護愛喫煙騒動いじりへの開始に驚きの声。元モーニング娘。の加護愛さんが2022年7月25日に放送されたしゃべくり7に出演し、現在もタバコを吸っていることを明かした。番組内でお笑いコンビ雷学さんが未成年の時に喫煙騒動を起こした加護さんをいじった際、共演者たちが吸わないでしょとフォローしたが、加護さんは食い気味に、あ、吸いますときっぱり訂正、タバコをネタにできるようになったのかなどと反響が起こっている。